出てくるやつ。バトルだと手だと手が動きますね。ボディに近い肩取りだとボディに近いんで、あのこれこれこううまくやらないとこれ全然転換できないです。でこうなっちゃったんです。だから呼び出し行こうか。この辺をね、こう相手には普通は普通こう肩取りしたら普通こうこういうね引っ張り込んでない。でそれに「はいやってくださいね」じゃなくて「やってくださいよ」って言ってじゃなくて、僕はこうやったりとかこうやったりとか蹴り入れてきたりとか、これ引っ張り込んで何かやろうとしてるところを転換して彼は僕の視覚に入る、そういうことをやってる。で転換ですから、ここを動かさないようにしてこれで視覚動かない、それでやりましょう。最初は手でやりますけど、今日は転換を持たせて、で、彼が引っ張ってきて、引っ張ってきたら、だからずっと出ていけば。って感じですね。あのまあ、基本的には、で、まあ、まあ、自分が彼の近くに、近く、足来ない。そして姿勢を良くして、
こういうふうに引っ張り込んでいかないので、普通はこう引っ張っていかない。こういうふうに。ってことは、彼は、この肘はこういうふうに、ちょっと取っていない。それでこの肘はこうに入ってそれでこの手が取る。だからそれに合わせて、あれ合わせてこう。合わせてこう。そして上、で下。合わせるけど、合わせるというのはモーター捨てて、次、もうちょっと。こう来たら今度は、こうやらないで、今度外から。こうやる。外から。こっから、今はこう入って。今度は、来たら、この手がこうあって。こう来て。気にしないで、どうぞ。持たれました。合わせて上がってきました。この手、持ってるよね。あ、もうクロールする。あんまりこう外出しちゃうといけないんだけど、本当はここでやりたいんだけど、こう見ないで。さっきはどっちかな。はい。今度はこう踏んだ。最初からこう来たのと、こっちからこう、腰遣い違う。腰遣いが、こっちからこう入ってきて、こう。そして、腰の使い方を逆にしましょう。こちらで左足。高くなりすぎて、こっち、こう入っちゃう。こうやってやると、さっきそのこう、これで変わっちゃうんですよ。ここに入れる。後ろ。やりますけど、これ要はここの手で行かない練習だから、こう気にしないでしょ。大事なのこの手とか足とかそういうのが大事だから、こう気にしないで、こう入っていくんだけど、これ気にしてたらやられちゃうから、やられないために気にしない練習。こうやって入って気にしてないんだよ。でずっと下がってくるんで、これパッてほら、今度ここ入る。基本通りの転換。そしたら気にしないで、今度こっち、こうやって、こういうふうに、こういう感じで。じゃあ、そうです。今内側はね、こういう形。それから気にしないで、足がこう入ってる。あんまりここそういうあれじゃないか、こう来て自然とほら入って、それが練習だから、あんまりこう分けないでやって考えなくて、自然とこう来てこうさばいてる。自然と彼はこうやってやったら
ここでやったら来ちゃう。だからなるべくこれは出しとけ。出しとってここに。それから来た。さっきこうやったの。今度こここう入る。同じ。さっきこうやったでしょ。こうやって筋肉いいよどうぞ。肘がこうなってようがこうなってようが関係ない。回したね。こう脇締めです。これでも関係ないね。上からこう OK。こうやってやれば。今と同じようにやるとすれば、上げといて、上げてくるってことはこの手がこう折る。こういう感じで。さっきはこのままこう来たんですよ。今度この線。どうする？こっちからこうなんです。ここで入っちゃうと、それやめて入ってもこれが待ってるからね。これ来て終わり。だから、こう回ってほら、線外して、これ入る。だからこれ、来る前に入る。こう。来る前に。こう来て、ほら。じゃあちょっと、ね、出しといて、それとテンションを立つ、出して、多分止まってる状態を上からこう、もしくはここからこの手。いつも来るよって、この点いつも注意してる。いつも感じてる。来るんじゃないかな。来たら嫌だなとか。いつも感じて、さばいてる。かけて上から来た。今は、来るよ。だから来るんだよ。そうすると来ない。来ないっていう安心のとこ。安心を確認しながらやってるって言うから。それじゃやらしちゃったら、一発やれて殺されたら終わりだから、命がない。だから、いつも自分は絶対に安心だよって、そういう状態。そして、やっちゃいます。それは大事よ。それが優先だから、殺されちゃないよ。それが一番優先。相手やっつける前に殺されちゃったら終わりだから。相手やっつけるよりも自分が殺されないのが優先。同じ、ね、今こうやって来たんじゃない。でこう振りもらえるの。こう来ないから安心。でこうやって下げて。こうやって来て。来ないのか。安心なの。だから最後にこう、こっち出してる。こう振る。こうなって。あごめんね。こう来て上げてきて。どうでもいいや。来ないよね。絶対。で、ここ下げるの。下げてこの手を伸ばすの。彼の手、どうやって伸ばしましょうかって考えながら、でもいいから、こうやって伸ばしてみる。こうなって、そしてこう。これ一番簡単かな、こっちの方が簡単かな。こうやって。見て、感じてるの。感じてるだけ。そしてこの手が。いろんなさばきで、何しろシンプル、上から下全部外やったんですよ。で今全部外、こう外に自分が彼の動線の外側にもう一つのさばきとしてはこっち入る。こう当たる来たら、今全部外に今度はこっち。この同じ考えですよね。同じ考えこっからこう方に入ってくれば自分投げとか内に入ってくると、普通はつけたままだったらいいなみたいな。つけたままだったら、持たせたままだったらこうやってやって、今と同じようにこうやってやっとけ、外側に持ち去ったら
最後こう来たからね。おっついちゃって、あっついちゃってなったらこう回ってね。こう一緒に。何しろ今度はうちのさばきポーンってして、この蹴りとかね、から、これ足、これが一番嫌なの。だこっち来たら、ここにいたらすぐ次来るから、この緩めでポーンって来るから。だからテンションがパーンって立ったらすぐ変わらないといけない。テンションがパーンってテンションいっぱいだったら緩めて彼はポンと。だからテンションがかかったらすぐポンと。そしてなんかやるね。なんかいいよ話してそのまま出会える。何でもいいんだけど。うちはちょうど考えていろいろやりましょう。終わってパーンパーンでしょ。パーンでしょ。テンションが緩まった瞬間というか、だからこの時にもうすでに入る準備をして入ってるわけ。それやらないとまずいわけ。じゃあそれを考えてちょっといろいろ、じゃあ次にやりましょうね。まあ、内緒内側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 でこのまま待ったら必ず来るから、すぐこっち側に頭この線の頭内側いいですよ入り方。下がこっちから来てもいいし、後方に入ってもいい、どっちでもいい。ね、それで下げてきて、ボンズクイー、何しろ、この次が来る、このことだけ頭に、地の子の使い方して、じゃあちょっと、自由に行きましょう。今、この線のこっち側になるんですよね。こっち側に、重心こっち側に来てるんですよね。この辺で探してるところなんですよ。パーンってやったとしても、あ、この手緩めてくれば、この手が緩まった瞬間に顔に、彼女も緩めてさ、瞬間来ちゃうから、だからこういうふうに張った、このテンションがバーンってかかってきた瞬間、バーンってかかった瞬間、次の瞬間には僕はこっちになるしね。で、いろんな方法ありますよね。このまま、こう見返してもいいかもしれないし、何しろこっちから来ればいいよ。こう入ってきてもいいかもしれない。さっきみたいに、こう入ってくる方法もある。これ一番簡単かもしれない。何しろ、何しろだから、優先順位としては生き残るためにここを探さないといけない。パーン肩取られて引っ張り込んできた。で引っ張り込んできた時にこれでもいいよね。この線の外側、何しろ外側、彼女の外側に行きたいわけです。そこのところがすごい大事だから、ここで何でやったらもう終わり、やれたからやったら終わりだから、まずまずこっち側に行って、これから何かやるでしょ。あの、いろんな入り方ありますから、じゃあ、お、こっち入るんだよ。これ一番難しいかもしれない。こんな入る必要ないですよ、普通は。あの、入る必要性はあんまりないけど、稽古としてはいいから、稽古としては、ね、この手がいつも来るよ、終わってきたら必ず来るんだよ、そういうことが分かって、分かってますよ。だそれを理解して、じゃあどうやって入ってったらいいか、どうやってこっち側に頭、こうやって、このままじゃ入れない、このままじゃいけないんだから、ロジックとしては。これ、結構、ちょっと分かる。だから、来たらパーンって崩して、それから、積み落としに入ってくるような形にしといて、外して、入ってくる。それ、すごい大事。先走っちゃいけないよね。後ろ取らなきゃ、先走っちゃったらやられちゃったと。だから先走らないで、まず優先順位としては、だから、まあ、崩れてる。絶対これ来ないよ、足来ないよっていう状態で、そういう話を。じゃあちょっと、書いてる。